マリノス宮市亮、元同僚マンシー明けに完全に忘れられていた。マンチェスターシティとの戦いを終えて国立競技場のピッチ外周を歩く間、横浜 F マリノスのフォワード宮市亮は一人の選手とずっと談笑していた。相手はシティのディフェンダーネイサン明けだった。試合前の宮市は明けについて、僕がフェイエノールトにいた時にユースチームにいて、トップチームをフェンス越しに見ていた選手と話していた。2010-11 シーズンの後半、アーセナルからの期限付き移籍で、フェイエノールトの一員となった宮市はトップチームで活躍。一方、シーズン終了とともにチェルシーへ移籍することになる明けは U17 チームでプレイしていた。明けとリザーブリーグで試合をすることもあったので、会えるのが楽しみですね。10年くらい前なので、彼が覚えているかわからないですけど、宮市は明けのことを覚えていたが逆はどうか。かつて同じクラブに在籍していた先輩について質問すると、悪い予感は的中してしまう。明けは慎重に言葉を選びながら、こう答えた。彼が僕のことを覚えていてくれて嬉しい。名前を聞いてすぐに思い出すことはできないけど、顔を見れば思い出すと思う。彼に会えることを楽しみにしているよ。残念。ところが、5対3で勝利したシティを称える表彰式が終わった後のピッチには宮市と明けが笑顔で話し込む姿が。明けに改めて話を聞くと、会見で話したように試合前は忘れてしまっていたけどと述べた上で、宮市と再会できたことへの喜びを打ち明けてくれた。いいやつそうだ明け。好きになった笑い。宮市が明けのことを覚えてることに感心しました。宮市確かフェイエ半年だった気がするから覚えていなくてもしょうがないかな。むしろ宮市がユースだった明けにピンときている方がびっくり。サッカー選手って外国人の友達ができやすいの羨ましい。過去の交友関係は宮市亮の良い思い出。宮市のインパクトやばかったもんな。ああの時ののスケール感が違うね。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。